だから、トータスさんかゲンさんがいいけど、トータスさんさっき釣れなかったから、ゲンさんを釣りたい。反論します。キルしてる人を詰めるのではなく、人外確定の人を釣った方がムラリがあると思いました。今日。カンカン。何もない。へいへい。ナイス。はい。何を驚いたんですか。あ、え？ハタサコ死んでるこれ。ハタサコ死んでる。あ、ハタサコくんね、リアクター左。はしご登る前に立ち止まった。いたいたいた。今死んでるってことか。まあ、じゃあ僕は白になったら。うん、そうだよね。アルマさんがミーティングに登られるのと同じタイミングで、私はヌーンを左から右に移動し、はい、見てます。アーカイブ入って、停電始まって、証拠君に戻ったぐらいで終わりです。じゃあヌーンが右にあるのを、一応私の右にいた要素に取ってください。イベントで間に合わないね。宿舎の宿舎あ、これちなみに、畑底が、停電開ける前に、初期左から左の方に行ってるんで、多分金庫の方に戻ったか、多分宿舎、まあ、エンジンの方に行ったかに僕らには見えましたと言ってます。展望で停電を直してます。あ、浮いて、浮いてます。見てる。ああ、そうなの。僕は見てないな。見てるというか、最後飛び込んだ時にあのピアスさんの緑が見えてる。あ、宿舎脇結構いたと思う。めちゃめちゃいました。めっちゃいたと思うけど、誰いたっけ。ね、僕が見たのはゲンハタ。金庫室に3人ぐらいいる。あ、僕もです。金庫4人いた。トータスもいてます。トータス、魚、アメネコ、もう一人は金庫に。それがハタサコさん含まれてます。ハタサコくんもおった。で、並走して行って、僕ははしごを登った時にハタサコくんは立ち止まる。リアクター左で、あの、初動ではしごを登った人間は僕しかいなかったです。はい、で、ゲンさんも、乗ってるのは見てます、僕が、はい、右に。だキルクール的にきついと思う、ゲンさん。その金庫組で弾ける人いないんですか。雨停電になってたから分かんない。ちなみにですね、僕は真ん中の結局タスクやって、上の方に行き、左に行き、で、停電が起こっていて、左、一番下に行き、そしてベントの上でフィニッシュ。動きは魚さんだな。怪しすぎる。僕からピカさんには白は一応出せない。うん、ただ、私がエンジン脇で、藤宮さんが右方向に行って、私が左方向に向かってるのは。あるから、そこから藤宮さんギリ弾けたら嬉しいなって感じ。私、あと伊豆さんはどうしたんですか。あの配線は一緒にやったから覚えてるけど、配線後僕ダウンロードやってます。あ、左来たか。そう、プテさんが配線やってるのは見てるんで、手で直してくれるやろうなと思ってました。え、ごめんなさい、これってゲンさんじゃなくてプテさんが直したんですよね。あ、僕は直してるよ。あ、オッケーです。伊豆さんの弁当は否定できないわ、自分視点。まあ、ただ魚さんが弁当でフィニッシュしてるらしいんで、うん、金庫の弁当は、銀行の弁当からは行き来てないよ。うん、うんうん、うわぁ、ごめんなさい、ハタサコ、これは、あ、さっきのあれか、ハタサコじゃなくて、ハタサコレポートは、あ、だから、押しちゃった、リップしますか。なるほどな、そうだね、何も、はい、何も見なかった、でも、そう、高田さんがいるから、じゃあ、一回ボタン押しましょう、じゃあ、スキップ、はい、じゃあ、僕、ボタン押しに行って、ドア開けて、報告しちゃったんで、で、ハタさんの死体の話は、湿度やめましょう、トータさん。あ、そう、はい、しないです。息が分かっちゃうかもしれない。場所が分かっちゃってるから。でもなんかあの、うん、トータスさんがリポートが良かったな、どちらにせよ。あの容疑者だからトータスさんどちらにせよ。うん、うん、そうですね。なるほど。残っちゃってますね、肉は。
はい。はい。いいね。フェアだ、ね。あ、インポスター。かっこいいね。高田さんの詩にあります。あ、僕もある。刺激機構で。うん、左だと思います。うん。あ、で、ごめんなさい。僕が最終死人で、キッチンで一緒になってて、高田さんと停電中に。うん、で、僕がキッチンと展望のドアを開けようとしたときに重なって、あ、開け終わったら高田さんがいて、高田さんそのまま、多分僕のこと怖かったのか分かんないけど、右に向かって逃げていきました。っていう証言だけでしょ。それが5秒。質問です。5秒前まで、セキュリティのカメラ見てた人教えてください。あ、僕です。はい。誰？あ、アメネコです。あ、そうですね。エレキ初手で一緒にいたんで、アメネコさんは。え、てか、まあ、魚がそれでわかるんだ。僕は藤宮くんがあのアーカイブにいたんで、僕目線藤宮くん弾けるって感じですね。はい、俺が視認できているのは、コミュニケーションとエンジンルームの扉を開けた人物がいて、停電中だと思うんだけど、それってどうなった？あ、多分トータスかな？違うかな？え、コミュニケーションとエンジンルームからコミュニケーション。ああ、開けたと思う。OK です。で、俺がその時に一緒に開けているんですよ。で、その時にカメラがついているのを確認したので、うん、停電中にその時にその場に止まっていました。で、カメラの、赤いランプが消えたのが5秒前ぐらいだったから、死んだのがセキュリティかなと思ったからセキュリティですかって聞いてたんですけど、結果それは分かんないって感じか。あ、で、僕が高田さんとその別れて、キッチンのドアが全部閉まっていたので、高田さん行けてもセキュの通路くらいまでしか多分行けないと思います。ドアを開ける時間があるから。あ、ゲンですよ。アドミンを5秒間減ってると思うんですけど、ゲンが見ていて、はい、5秒前ですね、ちょうど。魚さんがおっしゃる時系ですと多分ほぼ一緒で、5秒あのレポートが入る5秒ぐらい前の情報で、展望に3とエンジンに2、セキュに1です。展望に 3？ 展望に 3？ 3なんです。ってことは展望に帰ってきたのかな。そう、だからアルマさんの情報だとキッチンの方に流れてるって話だったんですけど、そう、ドアを開けた時に高田さんと重なっていて、僕が左に行ったら高田さんは右に行った風に僕は見えてます。で、ハイデマンの前に立った瞬間に停電を直したのは高田さんですか、これ。いや、違う、停電直ってない。あ、直ってたっけ。直ってる。いや、直った。あれ？あ、でも僕は直してないです。開けようとして終わったんで。セキュの2人は誰ですか？セキュは1ですね。セキュ1人が僕ですよ。僕しかいないんで。さんは逆に僕は容疑者から外れたと思います。うん、さんなら3なんだったら、アルタか容疑者だと思う。はい、アルマさんは怪しいですが。はい、おお、ナイス。おー、はい、はい。ピカクって伊豆さんの位置を教えてほしい。藤宮ピカクロスが昇降機右。僕が誰かは見えてなかったんですが、まあそう、誰かが近くにいたのは、うん、ドア開けてくれてる。アーカイブと昇降機のドア、僕はメインエレキ、メインシャワードだけです。僕は金庫室にいて、カメラが光ってたので、金庫室でダウンロード以外の3つのタスクをやって、出るときにカメラ光ってたので、そこで2、3秒踊って、宿舎真ん中で終了です。うん。あれ、ピカさんと藤宮が一緒だったっけ？はい、藤宮さん目線は見れてないみたい。うん。ただ、誰かいたの確実なんで、弾いていいと思います。これさ、トータスさんってどこにいたの？そう。エンジンから、だから、宿舎あたりです。エンジンから宿舎あたり、魚さんと重なってエンジン行って、そのまま宿舎方面ですね。魚さんとトータスさんじゃないですかね、私が見たエンジンに行って。だと思うんだけどね、時系列的にね。てか、魚の証言からするとそうじゃない？原産の証言と魚の証言が一致しますよね、うんうん、でも僕はね、キッチンで死んでると思ってたから、高田さんがキッチンないくらい、うんうん、行けても席の通路くらいまでだと思ってたから、展望3がついてるんだったら、結局僕が、展望に入った後にもう一回 U ターンして帰ってきて、うんうんうん、っていう話になってくるから。アルマさん、あ、どうぞ。あ、ごめん、原産のアドミン情報からこれってどう見える？これ単あ、いや、そう、原産の話は、はい、展望の中の3の中に絶対犯人とお肉が混じってると思ってて、うんうんうん、アルマさん、うん、お肉もう一方、うん、でアルマさんが今名乗り出てない人のどっちかかな。そうですね。でアルマくんに聞きたいんだけど、アルマくんって原産のアドミン情報は正だと思う？いや、だとしても
展望さんだったとして、ゲンさんってその前にキッチンとかってついてました？そこまですみません、覚えてないです。実施点の情報だけ話すと、本当にドアを開けて、ダガラさんとは別れて、展望の前に立って、開けようとしたくらいで終わったってくらいだったんで、キッチン、時系列的にはおかしくはないの、アルマ君。アルマはさ、展望のさ、最後どこにいたの？配電盤の前に到着して終わりくらいだから。それっておかしくない？高田さんが直してることになるから、さっきの配電、はい、あれって。いや、だから黙ってる人間がインポスターなのかなって思ってる。なんか、アルゲンどっちかが多分強人かなと思ってます。ああ。そうか。原産強人の場合は、アメネコさんロー確定でいいと思いますけど。初期に詰め直してもいいかも。ああ。これね。全部見れてないけど、肉がね、アドミンに移ってた場合はいろいろぐちゃぐちゃになるんだよな。あれだな、はい、ちょっと端的に整理します。初手キルに関しての候補がトータスさんかアメネコさん、うん、ないしはメイン方向に抜けてった人で弁当を使ったケース、うん、だと藤宮藤宮、何しろ伊豆さんだっけ、あの時は。僕は、展望でダウンロードやってます。あ、失礼。じゃあ、その3人かな。で、高田さんが死んでるから、容疑者減ってんのか、一、う、気、ん、そう。で、剣士、魚が僕目線あるかなと思ったけど、剣士は死んだ。で、今回のケースなんだけど、一旦アルマさんとゲンさんの情報を全部整とするならば、うん、多分浮いてる人の誰か、プテハシさんか、伊豆さん。伊豆さん、うん。うん、僕ギリギリピカさんから白出ないかな、無理。アメネコさんって今回セキュリティでテープタスクやってたんでしたっけ？カメラ、カメラ見てたんじゃなかったかな。うん、プテさんができるとしたら多分アメネコさんが、カメラ見てる最中に視認されずに抜けたケースのみ。あ、メインキッチン弁当は。てか、結構簡単な盤面だと思ってて、原さんが強人なんだったら、相方は結構エンジン組か、アメネコさんになって、僕が強人だったら浮いてるプテイズのどっちかが相方になるんじゃないですか。僕はエレキでピカサを見て、その後にメインの方に上がってるんですが、そこは見てないですか？原さん、あそこまでは見てない。あ、そんなクルーだったら、伊豆さんとかが残る、うん、あ、そう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 。どちらせよメインに上がってるんだとしたら、弁当もあるから、まあ、そう、うん、外せないとは思う。そもそも論なんだけど、アルマ君とゲンさんの、うん、はお互い成立しないってことでいいんだよね。その元に進んでるよね。あ、いや、一応キッチン側から入るルートはあるけど、弁当では来てないと思います。てか、間に合わないと思う、弁当で来てて、高田さんキルは。展望の右側で死んでると思うから。僕はさっきのががっつり食い違ってると思ってて、アルマが配電盤前にいて、さっき直した人が出てこないから、うん、少なくとも犯人が少なくともそこにいるか、高田さんが直してることになるから、犯人を見てないんだったらおかしいから、うん、ああ、なるほどね。あ、僕端的に言うと、そもそも食い違ってないんだったらどっちかに強人がいるとかいう推理がそもそもなんでそれ前提で進むのって思ってます。あ、そうそうそう、それはもう全く同じ、うん、そう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 。じゃあ端的にアルマさんが仮にインポスターで高田さんキルした場合、アドミン情報の3もおかしいから、アルマさんがインポスターというケースは相当低いと思ってますが、うん、あんまりアルマ疑ってない、うん、疑ってないです、うん、これだけでアルマさんを釣るのは絶対嫌とだけ言っておきます。なるほど、確かに、まあそうか、うん、釣ろうぜ。どういう言うこと聞かんやつをな。うん、だよな。どっちとも言えちゃうんだよな。はい、あ、すいません、レポート光りました。あ、僕もレポート光った。アーカイブ右ら辺でレポート光った。あ、はい。で、めちゃめちゃ近くにアメネコさんがいたので、アメネコさんは、いや、アメネコさんね、無理無理、絶対無理。無理？アメネコさんと僕の間に多分死体があるのかな。そう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 。でも僕だって、今、上から来て見つけてる。
で、僕も押そうと思ったタイミングです。右を直したのはですか？上から？ごめんなさい、じゃあちょっと分かんないから教えてほしい。一応伝えておくと、リアクターが直りました、上がります、うん、アベネコが昇降機右の方の、はしご登ったすぐ右の方にいた。あ、そう、だから僕は魚が直すかどうかを見てたから。これごめんなさい、めちゃめちゃ赤い分どこって言ったっけ、右です、ね。僕は赤い分の右に入ってた。めちゃめちゃ人出せるんだけど、僕多分。で、その後にプテヤシさんが、昇降機右の下の、勝ちまで行ってるので、はい、プテヤシさん目線の情報を洗った方がいいね。はい、僕視点だと、そこに最初僕が入ったタイミングで、ゲンさんと一緒にあの右入ったんですよ、リフト右にね、うん、で、そのタイミングでいたのが魚さんとアメネコさんと藤宮もいたっけ。僕はいないです。あとで喋らせてほしいです。誰だっけ、3人いたんだよね。アメネコ、魚、あ、ゲンさんか。4人超後期右に4人になったタイミングがあって、その人たちは無理よ、はい、無理と言いたいところなのだが、私がプテヤスさんとすれ違った直後にレポートが光ってはいるので、私はプテヤスさんとアメネコさんは切れる位置だと思ってます。あ、ごめんなさい、ちょっと切るんですけど、アメネコさんって結局昇降機右にいるんですよね、はい、昇降機右から今アーカイブ入ったところです。あ、で、いたってことですよね。で、プテヤスさんも昇降機右にいるんですよね、はい、もう昇降機右にいる人は実践で全員無理です。もう弁当室左に伊豆藤宮が行って、伊豆さんが先に入力していましたね、なんで右から、ルーが右だから、ゲンさんから、ソータさんはどこに？セキュリティ。ゲンさん、最後光らしたカメラ。本を、一冊だけしまい終わって上に行って、で戻ってきたらレポート。ソータさん、アメネコの順でローラーがベストだと思うんですが、どうですか？なってなってください。ローラーでトータス、アメネコ順。俺、最後セキュリティ誰か見てない光らしてるの。っていうか、ゲンさんから出へんかな。ゲンさん、それあれですか？藤宮君に聞きたいのは、アレマ君と僕の内容疑ってるて、僕釣りっていうことですよね。いや、もう、そこらへん、昇降機右組が無理なのに、肉スルーしてると思ってます。ちょ、待って、スルーして、ゲンさんから出へんの？アーカイブの右にあったんじゃない？駅降りてんの、出へんの？配置、配置しました、配置。出へんの？僕、コミサバ行きます。いやー。どっちにしろ釣りは入れなきゃいけないの。スキップは激黒に見えちゃう、ごめんなさい、一番シンプルな初手の話に戻したくて、ずっと気になってたのが、はい、トータスさんってはしごの下にハタさんを置いてきたって話はあったじゃないですか。置いてきた、うん、で、アメネコさんはエンジンとかそっち方面金庫とかに抜けてるっていう視認情報のズレがあるので、うん、僕はもともとトータスアメネコを釣れば位置は落ちると思ってるんですよ、うん、それは納得いく。それもそうです。あ、見ればいいか。あ、てか、じゃあその話はそれでいいので、源さんに聞きたいんですけど、はい、死体の位置ってどこだか分かってますか？ベントの左ぐらいだった記憶してます。あ、そうですよね。僕いたのどこですか？私とほぼ同じ位置に一瞬重なって、その時にレポートが光ったはずなので、アメノコさんも光っていったのではないかという、私よりも早く。僕の位置がどこですかっていうのを聞いてます。すいません。僕がいた位置って源さんから見てどこにいましたかってことですか？それ後で俺も喋らせな。最後のタイミングではアメネコさんは昇降機左に入っていかれてますが、私はアメネコさん昇降機左に入る前にアーカイブの左の方のところでアメネコさんすれ違っており、その段階でレポートが光っているので、アメネコさんがお肉から逃げていくように見えてます。あ、源さん、僕さっきも言ったんですけど、本の上のタスクをしまう前はレポートが光っていなくて、上のタスク1冊入れて下に行ったらレポートが光ったって感じなんですよ。はい。で、だから僕はほぼベントだと思う。で、それを元に言ってて、源さんは昇降機の右で僕を見て、僕がすぐ帰ってきたのにアーカイブの右側で切って戻ってきた時間があるっていう主張なんですよね。だからアルマ君との内容を疑っていて、あ、アルマ君とかが疑われて、そういうとトータスアメネコだとアメネコさんの方が黒いので、僕はアメネコさん入れたいです。僕はアメゲンどっちも白だと思ってるから、左のキルに関してはトータスさんの方が濃いのであればトータスに従います。誰なの？だから浮いてるトータスさんか、どっかで喋っていい、どっかで喋っていいよね。いいけど、俺はトータスさんは釣りたくないと思ってる理由が、セキュリティに至ってるのは結構真に迫ってると思ってて、それって結構俺人外がさっき議論潰してるように感じてるから、トータスさん人外じゃなくねと思ってるんだけど、セキュリティ最後に2秒ぐらい見たんやったけど、その時はまだエンジンともう一箇所金庫ぐらいしか映せなくて全然見れてません。で、光ってるの誰か見てないかなっていうのと、ゲンさんからメインで僕左下のエレキの方へ行くの、ゲンさんがシャワー入るって見てないかなっていう話と、あとはそうやな、アメネコさんが黒く見てるんで、それが無理って言ってるアルマ君とプテハシさんまで黒いと思ってます。そうなります。僕視点現アメネコがいないから、入れます。
オッケー。あらあらあら。多分魚さんと僕と藤宮さんが一番白いので、この3人で最終決定してると思います。水さんは全く白くないでしょ。いや、僕は今のターンに関しては藤宮さんと白取り合えるので。そうです。1キルの話だけでしょ、ボタンは使ってます。出ますね。ナイス。ナイボー。僕視点は、あのね、アーカイブから昇降機にゲンさんと入って、そこにすでにゲンさんとアメネコさんと魚さんがいたから、この3人は僕視点キルができないんですよ。うん、自視点もほぼベントだと思ってるから、超直近キルだから。だから、その、ゲン、じゃあ、トータスアメネコで釣るとか、その話、まあ、釣るのは全然いいんだが、ゲンさんとアメネコさんが対抗気味になってるのが、僕視点はおかしいです、ね、端的に言います。私はアメネコさんがお肉をスルーした罪で釣りたいと言っています。アメネコさんが切れるかは分かりません。それだったら分かるが、少なくとも切った人物ではない、はい、自視点だから。そう主張するのは別に理解はします、うん、はい、うん、で原産視点で僕に疑いがちょっと向いてたのは何でなの。プテスさん疑ってはいません。プテスさんが、切ってた場合はアメネコさんが気づくはずなので、そこまで繋がってないと無理だと思ってます。あー、なるほどね、はい。アルマが切ってアメネコさんがスルーしたが一番しっかりもう一回言いたいんだけど、アルマ目線の容疑者を絞りたくて、アルマ目線の容疑者ってどなたになるの。だからさっきも言ってますけど、浮いてるトータスさん、さっきのキルに関してはです。まあそのベントキルという主張ですよね、うんうん、でこれ、そのセキュリティを見たっていう証言が、トータスさんは原産に救いを求めてるんだよね。うん、それがね、よくわかんないんだよね。僕もアーカイブにいたのに。トータスさんに白が出るか、なんとも言えないです。うん、まあ、わからん。でも、左下行くのは見てるよねって話。じゃない？ゲンさん。見てない。まあ、リアクターなったら、とりあえず一方通行で行った記憶はあるんですけど。あのね、正直、ゲン、トータスの人外のつながりが見えてないんです、僕。あんまり。僕はもう、決め打ちでアルマまで釣ってもいいかなと思ってます。僕はゲンさんを釣りたいけどな。ゲンさん、ゲンを切るのように釣りますか。なんでそれでアメネコさんと対立してて白白丸って言ってたのに。いや違う違う違う、アメネコさんのことをスルーをしてるって言ってるけど、今あそこはキルしてる人を冷たい盤面だから、アメネコさんを疑いを向けてるゲンさんを釣りたい。あ、んだからトータスさんかゲンさんがいいけど、トータスさんさっき釣れなかったからゲンさんを釣りたい。反論します、まあ、キルしてる人を詰めるのではなく、人外確定の人を釣った方がムラリがあると思いました。うん、まあ初手切る的に藤坂に合わせます。藤坂が白いと思ってるから藤坂に合わせ、うん、あ、僕はゲンさんに入れる。僕は決め打ちでアルマに入れますか、うん、ごめん、アルマぐらいしかいないと思っちゃう、うん、僕じゃないですよ負けかなこれ、うん、頑張れ。テスさんも人外に見えるが、やっぱり。スケロ。原死亡をアルマ目線のよ。原さん死ぬんかーい。原さんリアクター右ん。アーカイブのドア開けたら、すぐのところで死んでました。まあ基本怪しく見えちゃうな、プテハスさんだけど、まあ、僕は怪しいですよ ね、 あ、大丈夫大丈夫。これで分かったことが、ゲンさんがまずクルー確定しました、うん、まあマットの可能性はあるが、マットを切るタイミングではないと思っているので、ゲンさんクルーだとしますそうなるとアドミン情報が正になり、展望デッキ3が、
いることになります。でアルマ人外ほぼ確定だと思っていて、うん、そうなると誰かが被っているアルマがいるんですね、おそらく。だそれが誰なのかっていう話だと思ってて、で、まあ、アメネコはセキュリティがついてることから、まあ、そのアメネコは違うっていう実践、伊豆さんですね。伊豆プテのそうなります、ね、タクになると思いますよ。で今回伊豆さんキルができないと思います。僕はエレクトリカルにすれ違ってる、まあ、一応僕話すとキッチン脇やったかな、キッチン脇ダウンロードやテンボレダウンロードやってアップロードやって停電直したのは僕です、うん、その後キッチン石油石油のテープタスクエレキバイタルで、バイタルのところで魚さん藤宮さんとすれ違ってます。まあ僕はエレキかな。今最後停電やったっけ。いや1回目です。コミさんも、あ1回目か、停電からのコミさんも、うん、まあ僕はこのターン左下で浮いてるから反論はできません、うん、実施点藤宮くんが無理かな。割とよっぽどベントで急に移動しちゃうと無理だと思う。まあ僕は一回貨物の配線の方行ってますけど、ああ貨物の方行ってるけど、藤宮は一応ね、まあ、ピカクロスが証明してるので、うん、藤宮も違うと思います、うん、初手キルの話ね。うん、ゲンさん、アルマが切ってないから。ああ、これは僕釣りからのボタンしかないですね、実施点の勝ち筋が。結構もうお互いに白を取り合っちゃっているから。プテアスさん目線はトータスさんになるのかな。いや、僕視点でゲンさんがめちゃくちゃ強靭で、一郎落ちてるっていう風になるので、ラインとかお互いないから、トータスさんになっちゃう。けど、トータスさん。ただ、原産のアドミン情報が、あ、でもその場合でも、うん。トータスさんの、要は、展望デッキ3がね、成立しなくなっちゃう。エンジンルームにトータスさんがいるっていう主張が通っちゃってるから、うん。僕は原産を強靭で置いてるから、強靭が切られてて、僕釣りからのトータス釣りがいけると思います。ボタンないんで、誰か、もしあれやったら。終わりですよ。ですよね。いや、間違えてスキップに入れてしまった、あのターン。釣れたのにな、もうねんねアベレコさん。いや、大丈夫です、大丈夫です。すいません。いやー、完全外に。ワランバグだった。ワランバグが発生しちゃった。いや、めちゃめちゃ人外に囲まれてキルされちゃったから、どうなるかと思ったわ。アドミンなんて見ないでくださいよ、ゲンさん。あのお肉が残ってる可能性もあったから、正直あんまり言うの微妙かなって思っちゃったんだけど。ああ、そうかそうかそうか。一回言ってよかったです。はい。すみません、ちょっと遅れてます。はい。あれ、さっきのアーカイブを出たのが、そもそもゲンさんが先入ってきて、後ろからプテハシ来てて、ってことか。そうです。僕がゲンさんと並走してる感じだったんですけど、切ってからゲンさんと一緒に入ってるから。うん、ああ、把握した、把握した。でも、ゲンさんが何者なのか分かんなかったけど、そういう視点だったら納得した。うん、ずっと一緒だったわけじゃないですね、アーカイブもね。そうです、そうです。把握した、把握した。意味が分かりました。ひどいなってた。